こんにちは、スリーです。はい、どうも、わしです。はい、今回は、また質問にお答えしていこうと思います。はい。昨日、今日の YouTube 拝見しました。ほう。目から鱗で悩んでいたことがスッキリしました。ほう。コツをつかめた気がします。ほう。で、私は今、2つのスクールに通い、迷いながらも自分なりに1つでも自分のものにしたくて練習をしています。おー、すごいですね。でも、コーチが違うと教え方も違う。うん。指導してもらってもできない自分にへこむ毎日でした。けど今はマイペースで自分で納得して少しずつ前に進めるように頑張ろうと思えるようになりました、うん。これからも楽しみにやっていこうと思います。ありがとうございましたということですが、まあ、これも書かれてるんですけど、このスクールもね、まあ、2つ通ってるとか、まあ、そうなるとまあ自動的にコーチもね、まあ、2人以上になるわけじゃないですか、ね、そうね。で、振り返りとか行ったらね、またコーチも ね、いろいろね違いますよね。同じねストロークでもね、うん、教え方は違いますので、うん、だからバンシーさん自身がもう生徒さんなんで分かると思うんですけど、僕も言うたってね、うん、スリーさんが習ったり、ね、まあね、いつものレギュラーのコーチのもありますから ね、あと違うね、振り返りで、ね、コーチ受けたりしたら、ね、当然感じると思うんですよ。コーチによって教え方が違うって。もちろん思いますよね。思いますね。多分みんなそう思ってると思うんですよ。どっち飛んでみたいな、ね、悩む時ももちろん出てきたりしますからね、うん。で、まあ、結局、まあ、一緒は一緒で多分、今度面白くないと思うんですよ。スクールによっては、もう完全統一してるところがあって、どこのコーチ受けても同じように流れでやるっていうのもあるんですけど、うん、まあ、それがいいっていう人もいるんですけど、逆にね、誰のコーチ受けても一緒だから面白くないっていうのもあるんで、あ、確かにね。まず前提としては、完璧はないってことですよね。人によると。そうね。うん。だから、もう一緒のスクールが良かったら一緒のところ選んでいいと思いますし、いろんな人がいろんな考えを学びたかったらね、その間ちょっと混乱するときもあると思うんですけど、うん、まあ、でも新しい発見もね、出会えるということなんで。そうそう、違った意見としてね。うん。うん、で、ただね、まあ、私の中で大きく分類するとね、二つあって、一、うん、つは、結果、うん。ここにフォーカスしてる教え方。もう一つは家庭にフォーカスした教え方。おここが結構人によってコーチによって教え方が違うと思うんです。なるほどね。わかります？おお。本当ですか？おお。なるほどね。うん。じゃあ、おお言ってますけど。まあ結果っていうのは要はバーンってやってこうですみたいな。こうなりますっていうことでしょ？そうです。っていうのをもう最初に見せて、まあそこに向かってやっていきましょうみたいな感じ。はいはいはい、大きくざっくり言うとね、うん、でもう一つは一個一個細かく丁寧に、ね、これはこうでこうでこうでこうなんですっていうね、うん、でこれって人によるんですよね、うん、だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で知る、ね、分かっていく人ともいたら 19,8,7,6,5,4,3,2,1 で最初に答えが出て、うん、そこからこうやっていくっていうね。だまずここで教え方がガラッと違いますよね。全然違いますね、うん、でまあこれは多分人それぞれだと思うんですよ、うん。1から順番に習う方がいい人もいるし、10から結果からこうやった方が分かりやすい人もいるし、うん、そうそうそう。じゃあまあそれはタイプによると思うんです、うん、ただ私の中のいいコーチかどうかっていう見極めは、うん、例えば最初に10出しますよね、うん、その後の9、8、7、6が上手かどうか、うん、あ、なるほどね、うん、だから10、5みたいな感じで、あ、すごい飛んで分かりやすい、ね、そう細分化があんまなくて、そうもしくは下からでも1、3、7みたいな感じで、で最後10とか飛ぶから分かんないみたいな間がね、そうでいうのはまあどうかなと思うんですけど、でもこれもテクニックで、あえて例えば1、3、5みたいな感じで余白を作ることによってその人に考えてもらうっていうのを踏まえてやるコーチは結構技術力があると思うんです。だ相手に合わせて使いこなせる。この人は1、3、5がいいと、この人は1、5、8でもいけるみたいな見極めれるコーチはなかなかなコーチだと思うんですよね。なるほどね、うん、だからそこまで分かってるコーチとただ単に全部埋まってないコーチ1から10を踏まえてないと、あ、多分どっかで勉強して学んできたから1と3と4のピースはあるけど5とか7がないとか、ね、からそのまま飛ばしちまうっていう、うんうん、これはあり得ると思うんです。あ、まあ、でもなかなか、じゃあどの人がそれができてるかなんて分かんないじゃないですか。生徒会社は分からんね、結局のところ。でもなんとなくそういうことを知っといた上で、ね、要はコーチも完璧じゃないんですよね、結局は。もちろん、ね、多分そんな人いないんです
自分も含めて。あの、無理だと思うんですよ。そう、完璧にね、この人が何を求めてて。じゃあ、それに対して、ね、あ、じゃあ1度、3度、5度とかね。生徒さんとか言ったらね、そうそうそう、それぞれね、ね、違うタイプとかもありますからね、もちろん。まだね、プライベートレッスンだったらやりやすいんですよ。完全に相手に合わせるからやりやすいんですけど、ね、うん、8人も10人もいるのに対して、ね、そうそうそう。全員一緒じゃないんで、ってなると、やっぱり、ちょっとやっぱり抜ける部分が出ちゃうんで、まあそこはある程度仕方がない部分であるんですけど、うん、そういうのもひっくるめて自分に合ってるコーチっていうのを探してみてもいいのかなと思うんですよ。あ、そうですね、うん、まあそこからね、こういろんな知った上でね、うん、自分に合ったスタイルのね、そうそうそう、コーチとかね、やっぱやり方をね、うん、選んでその人についていくっていうのが一番ベストと思うね、うん、だからまあ最終的にはまず知ってほしいのはコーチは完璧じゃないと、うん、で人はそれぞれいろんな人がいると。だから自分に合うコーチとかね、合わないコーチ絶対に出てくるんですよね。だから私も絶対に私のレッスンが合わない人もいると思うんですよ。そうそう。うん。そうそうそう。そうそう。積極的にそうそうそう。いや、もう、ね、僕なんか合いませんからね。って言いたかった。営業逆に合う人もいるだろうし、で本当にそれは人それぞれだと思うんで、だからそうやって考えたら別に自分が凹む必要はないと思うんです。今日はコーチだって、ね、その人に向けて何とか上手くなってほしいと思ってやってるけど、その結果うまく、ね、結果は出せなくてコーチに申し訳ないなとか、自分ってなんでこんなできないんだろうって思うかもしれないんですけど、 それはたまたまピースが合ってないっていう可能性もあるんで、うん、その時はちょっと、ね、スクール変えたり、コーチをちょっと変えてみたりするのも一つですし。そうですね、うん、まあその時はね、うん、そういった新たな手段を、うん、そうそう、うん、もしくはちょっとコーチに質問して聞いてみるっていうのも一つだと思うんで。そうですね。何にしても別に自分を責める必要はないと思うんですよね。凹まなくてもいいと思いますし。まあね、みんなできるため頑張ってるからね。そうそうそう。そうだね。そうです、そうです、うん。だから生徒さんも凹んでるとは思うんですよね。できなかった時に。そうよね。でも大丈夫です。コーチも一緒ぐらい凹んでるんで。あ、ほんまに？あ、伝えきれなかったって思って。あ、逆に？ありますよ、全然。あんの？本当に。そういうもんなんですよ。でもだからこそお互いに頑張ろうで、こう。あ、でもそれでうまいことね。そう。交わったらすごいいい関係性ですよね。そう。それはね、綺麗事みたいになっちゃうんですけど、でも同じ方向向かってたらいつかこうね、交わるときは来るんですよ。ね、考えが。あ、バチンって、ね。でもそれがお互いこういっちゃうと終わりなんで、強いて言うならば、うまくいかなくても、こう向かってる感覚があると思ったら、私はありだと思うんです。でもこう来てるのにコーチがこう行かれても悪いですし、ちょっと合わなかったらすぐこう行っても難しい。そんなに簡単じゃないの。結局はうまくいかなくてもお互いこう行くといつかバシンって合う日が来るんで。なるほどね、うん、確かにそうですよ、うん、何でもそうですよ本当。そうだから今の、ね、読ませてもらってね、うまくいかなくてね、あのへこんでね、毎日ですって言うんですけど、私たちコーチもへこんでますから、うまく伝えることできなかったって本当にへこみますから。これはなかなかいい新鮮な意見かもしれないですね、うん、でもなかなかやっぱ生徒さんでこう、僕もそうですけど、やっぱ、うん、あ、できへんわってやっぱね、こう落ち込むパターンが多いと思うんでね、うん、結構ね、はいはいはい、コーチもそういう目線でおんねんなっていうのは、いや、ありますね、これでかいんですね、結構ね、わざわざ言わないけど心の中でへこんでるんで、うん、あ、もうちょっとこうやったらよかったな、こう伝えたらよかったなっていうのはね、あります、あります。それはね、うん、コーチあるあるというかね、うん、コーチならでは悩みですよね、うん、そこはね、そりゃそうですよ、ね、本当ね、ただそんな前で、あ、今日レッスンダメだしたって、それはあの周りのついてこえなくなる、生徒にってなるよ、このそう、だからそんな姿見せないんですけど、そそうな、うん、でも多分一緒ぐらいできなかった時はへこんでると思うので、コーチも反省して次のレッスンに出してるっていうところを、そうです、知ってもらえたらやっぱ、ね、高い乗り越えてる、ただ立場上そんな見せると、そうや、あのついてこえなくなっちゃうんで、それはしないけど大丈夫と思うよ、このコーチ。だから勉強するんですよ、コーチっていうのはね。いや、そうそうね、もっとこうしてね、ああしたらもっと良かったかなと思う、ね、そうそうやね、そうそうそう、だから完璧はお互いそう ないと思うんですけど、完璧なんて、でも そこを目指すことが大事ですから、ね、お互い勉強の試合よね。そうです、そうです、今度だから信頼関係も生まれるしね、何かうまくいった時のお互いにね、もう握手したくなるぐらい嬉しかったりすると思うんで、そうしてね、お互いね、こう見合わせながらね、うまいことやるとね、それが大事なのかなって、それはもうすごいコーチレッスンしててのね、すごいこううまくいった時にね、そうね、そううまくいかなかったらね、寝る前とか思い出すんです、あの時もうちょっとこうやってよかったとかね、ほんとそれで寝れない時でありますから、あ、そうだね、うん、でも本当にそれのお互いなんでね、だから別に生徒コーチっていう関係は本当平等だと思うんで、
一緒に同じところを目標にしていくっていうのがやっぱり大事かなと思うのでね、まあ、強いて言うならそういうねパートナー的なコーチで見つけれるといいかなと思いますよね。本当ね、はい、そうですね。マジさんもぜひ、いや僕もね、スリーさんとね、はい、いい信頼関係を築ければなと思います。はい頑張りましょうはい、では終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。概要欄のテニス上達法もチェック。